海を渡る術を持たない僕たちは、そこでただ佇む。誰かに届けたい思いを、言葉を、胸の奥底にしまったまま。剣舞処方から参りました。真面目三ツ矢と申します。真面目つうか天然なのも結構だけど、要するにもう少し空気読めってこと。西岡さんのおっしゃる空気は、呼吸するものではなく、場の状況、雰囲気を表す際に用いる空気ですね。あ、嬉しい。迎えに来てくれたんだ。船を編む、10月より放送開始。言葉の海を前に佇む人の心を、思いを運ぶために、僕たちは船を編む。